金融機構局の稲葉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私からはですね、過去25年間の低金利環境下において金融機関、ここでは主に銀行を取り上げますが、これらのリスクテイク行動について振り返り、金融環境が金融システムに及ぼした影響について考察していきます。まず問題意識です。過去25年間の低金利環境はポートフォリオリバランスチャネルを通じて金融機関にリスクテイクを促してきました。本報告ではこの間のリスクプロファイルの変化について点検を行います。ポイントは次の4点です。少し読み上げますと、1つ目、この間の金融仲介は円滑に行われてきたか、またそれが金融不均衡の蓄積につながっていないか。2つ目、貸し出しを通じた資金配分に大きな偏りは生じていなかったか。3つ目、低金利によって銀行の金利リスク増加していますが、それはコントロール可能か。4つ目、金融機関はこれらのリスクに見合う収益力、損失吸収力を維持できているかです。それでは初めに過去25年間の金融環境を概観していきます。まず金融機関の貸し出し運営スタンスを見ていきます。左図の通り、緑線の企業から見た金融機関の貸し出し態度を見ますと、総じて緩和的に推移してきました。一時厳しい兆となったのは1990年後半からのバランスシート調整、不良債権処理の局面、2000年代後半の世界金融危機の局面です。いずれの期間も金融危機の発生直後であり、日本銀行が潤沢な流動性供給を行った時期とも重なります。この時期の特徴としては、点線の銀行から見た企業の資金需要が大きく減少超となっていることです。つまり資金需給がかみ合ってなかった時期とも言えます。もっとも2010年代半ば以降は緑線は一貫して緩い超となるなど、総じて緩和的な環境が維持されております。右図の金融機関の利ざや設定スタンスを見ますと、2010年代初までは上位格付け先の方が緩和的に推移すると、格付け別に差異が見られていました。もっとも2010年代半ば以降は、信用リスクが高めの中位格付け先、後ほど出てきます、いわゆるミドルリスク企業と言っておりますが、これも上位格付け並みに緩和的となりました。次に、こうした緩和的な金融環境が続く下で不均衡の蓄積につながっていなかったのか確認していきます。不均衡、金融面の不均衡につきましては、毎四半期の展望レポートにおいても第2の柱、すなわち金融政策運営の観点から重視すべきリスクの一つとして点検しています。まずヒートマップです。ヒートマップは1980年代後半のバブル期を基準に、さまざまな金融活動に対して過熱停滞の状況を判定、色分けしたものです。これを見ますと、過去25年間バブル期のようにすべての指標に同時に赤が点灯するような局面はありません。バブル崩壊後から2010年頃までは停滞を示す青となる指標が複数見られていましたが、近年では過熱を示す赤となる指標が散見されています。もっともこのうち不動産関連指標を除くいくつかの悪化点灯はコロナ禍による特殊要因によるものです。次にヒートマップを構成する14の金融活動指標を1つの指標に加重平均した金融ギャップを見ていきます。これはヒートマップと合わせて半年ごとの FSR で定点観測しているものです。時期ごとに見ますと、1990年代以降は金融ギャップがマイナスに転化し、金融循環の停滞方向に傾いていました。停滞局面を要因別に見ますと、まず青の価格要因と水色の資産要因がマイナスに転化した後、白の負債要因はその後時間をかけてマイナス幅を拡大していきました。このようにバランスシート調整に時間を要した姿が金融ギャップにも現れています。その後は2000年代後半の金融危機前後の振幅を経て、2010年代以降を金融ギャップは本格的にプラスに転化しています。金融ギャップで見た金融循環の拡張局面はすでに10年に及んでいます。今回の拡張局面、特徴としましては白抜きの負債要因が主因となっていた点です。
バブル期のように民間債務の累積と各種投資の活発化によるレバレッジの拡大が資産価格の上昇を伴う形で、すなわち負債資産価格の3要因が揃って進行していたというわけではありません。このように上段にも記載したとおり、過去25年間バブル期のような金融不均衡の蓄積は認められないと総括できます。以上まとめますと、過去25年間金融環境は総じて緩和的に推移しましたが、不均衡の蓄積は確認されておりません。最近の10年間で見ますと、金融ギャップはプラスで推移していますが、過熱方向の動きは抑制されていますし、金融仲介が停滞方向に向かう動きも見られていません。ただし先行きの動向には注意が必要です。金融環境続いたもと低金利環境が続いたもとで、金融機関のリスクテイク行動に変化が見られていますので、次節からはその特徴点を確認していきます。一つ目の特徴点は、ミドルリスク貸し出しの増加です。ここでは、銀行貸し出しを償還するために、上段に貸し出し残高、下段に貸し出し金利の長期時系列をお示ししています。貸し出し残高を見ますと、1990年後半をピークに、2000年代前半にかけて減少しました。この時期は先ほど申し上げたように貸し出し市場にミスマッチが生じ、定格付け先を中心に貸し出しが減少しました。また当時はいわゆる単行路融資の取り扱いが停止されるなど、金融慣行においても大きな変化があった時期です。その後銀行貸し出しは緩やかな増加に転換しますが、直近の貸し出し残高は25年前とおおむね同水準となっています。この背景には低金利によって借り入れ需要が喚起されたということが挙げられます。実際に金利感度の高い青の不動産業向け貸し出し、紫の住宅ローンはコンスタントに増加している姿です。一方水色の製造業、白の非製造業はおおむね横ばいです。こうした貸し出しの裏側には借り入れ需要の構造的な減少がありました。次のスライドです。まず左図はマクロの貯蓄投資バランスです。1990年代末以降、成長期待の低下を背景として企業部門が貯蓄超過主体に転換しました。実際大企業では内部留保が積み上がり、外部からの資金調達が減少しました。また右図の折れ線の通り、借り入れ需要を規定する企業数は減少傾向をたどりました。加えて白の実質無借金企業、つまり保有現金が有利主債を上回る企業ですが、これが増加しました。人口減少も踏まえると借り入れ需要のパイは縮小していたということが推察されます。こうした我が国経済の構造変化は、成長期待の低下とそれを反映した自然利子率の低下を通じて銀行の貸し出し金利の低下にも寄与したと考えられます。構造的な借り入れ需要が減少した一方、2010年代半ば以降、金利低下と景気改善が金利感濃度の高いミドルリスク企業の貸し出し借り入れ需要を喚起しました。左図は ROA の大きさを基準に中小企業を4つのグループに分類し、それぞれのグループについて貸し出し金利の低下幅を算出したものです。水色で示した2013年頃までは ROA が良好な右側のグループ4を中心に金利の低下幅が大きくなっていました。緩和的な金融環境の効果は比較的リスクが低いゾーンで顕在化していたということがわかります。その後緩和的な金融環境が長期化するもとで、グループ4の金利低下幅が次第に小さくなるとともに、グループ2やグループ3といったミドルリスクゾーンでの金利低下が大きくなっていきました。これは右の図のレバレッジ基準で見ても同様のことが言えます。実際ミドルリスク企業向け貸し出しは2010年代以降の貸し出し増加を牽引しています。左図の通り、2010年代以降中小企業向け貸し出しの増加分のおよそ4分の3はミドルリスク企業です。右図の通り、この時期の貸し出しは不動産業を中心に、不動産関連を中心に増加しているということがわかります。
ここでミドルリスク企業の財務特性を見ていきます。ミドルリスクといいましても、債務借分上正常先の下位あるいは要注意先の上位に分類される企業に相当し、極端にリスクが高いという先ではございません。実際一番左のグラフ緑線で示した通り、コンスタントに黒字が確保できる企業であります。一つ右の財務レバレッジを見ても緑線はさほど高くなく、一番右の設備投資実績も通常先点線並みに推移しています。最も一番左の売上高営業利益率や左から3つ目の ICR 見ますと、緑線のミドルリスク企業は点線の通常先企業と比べて倍近い開きがあります。すなわち生産性の面ではミドルリスク企業は通常先に大きく見劣りしていると言ってよいかと思います。それではなぜ銀行はミドルリスク企業向け貸し出しを増加させていったのか、銀行サイドのインセンティブを見ていきます。左図に示した銀行の貸し出し採算は預貸利財の縮小を背景に2010年代に入って低下ペースが加速しました。また右図に資金利益を示していますが、大手行地域銀行とも水色で示した預金利益のが低下し2016年以降マイナスとなりました。預金利益という定利で調達した資金をリスクフリー債券で運用する安定収益源が失われたことで、多くの金融機関は量の拡大で収益をカバーする必要性に迫られました。こうした中で資金利益を確保する観点から、低採算でも貸し出しボリュームがある程度見込めるミドルリスク貸し出しに事前の策として傾倒していったと考えられます。この結果、銀行間の貸し出し競争も強くなりました。貸し出しボリュームの増加によって収益は下支えされましたが、その副作用として再び左図をご覧いただきますと、銀行全体の貸し出し採算は歴史的な水準まで落ち込んでいます。貸し出し競争も相まって、さらなる利財の縮小につながった格好です。本節最後に採算が低下した一例として不動産業向け貸し出しを見ていきます。左図は金融機関ごとに見た不動産賃貸業向けの貸し出しの採算性を分布にしたものです。この10年で分布は全体的に下方にシフトしています。採算がマイナスになるだと経費を資金利益でカバーできなくなっている金融機関も散見されています。右図は業種別の貸し出し金利です。おしなべて低下していますが、緑線の不動産の金利低下ペースは突出しています。以上まとめますと、バブル崩壊後企業の借り入れ需要が構造的に減退しました。銀行は低採算でも貸し出しボリュームが見込めるミドルリスク貸し出しに事前の策として傾倒し、銀行間の貸し出し競争も強まりました。こうした動きは企業側にとっては低金利の資金調達を容易にさせるというメリットはあったわけですが、反対に銀行サイドの貸し出し採算が歴史的に低下し、不動産業など特定業種への貸し出し周知を招いたと考えられます。次のパートは金融機関のリスクテイク構造のもう一つの特徴点としまして、金利リスクテイクの拡大を取り上げます。この10年金融機関の貸し出し運用期間は長期化しています。左図の通り、企業は長期金利が低下した機会を捉えて長期固定金利の安定資金を確保し、借り換えリスクを抑制しました。先ほど申し上げた地域銀行による不動産賃貸業向け貸し出しもその一例です。中図の家計は長期定利の変動金利借り入れによって住宅ローンの月々の返済負担を抑制しました。同時に右図の通り、金融機関が保有する債券の残存期間も長期化しました。このスライドはこうした長期化の動きを銀行バランスシートの構成で見たものです。この9面図は金利公開期間の構成変化を業態別商品別に示しています。
まず真ん中の列の地域銀行と右の信用金庫をご覧いただきますと、数勢的な変化が確認できます。一番下下段の預金は水色で示した流動性預金を含む期間の短い預金の構成比が上昇しています。上段の貸し出しご覧いただきますと、2000年代半ばにかけて水色で示した期間3ヶ月以内の貸し出し、先ほど申し上げた単コロ融資も含みますが、この構成比が低下しました。その後は長期貸し出しの取り扱いが増える中、青やオレンジの期間が5年近くに及ぶ貸し出し構成比が上昇しています。中段の有価証券ご覧いただきますと、オレンジや紫といった期間の長い債券の構成比が上昇しています。地域銀行や信用金庫はもともと似通ったポートフォリオを有していますが、本格的に債券投資の長期化に乗り出したタイミングは異なっています。地域銀行でオレンジや紫の構成比が大きく拡大したのは2010年代後半ですけれども、信用金庫は2000年代の後半です。同じ低金利環境下にあっても、地域銀行以上に収益力が厳しくなっていた信用金庫は、債券のデュレーションリスクをいち早く取らざるを得なかったということを示唆しています。なお一番左の列の大手行につきましては、有価証券に傾向的な変化は見られませんが、貸し出しが長期化するという傾向は他と似通った姿です。このスライドの3面図は資産負債残高とそのデュレーションギャップを勘案した金利リスク量を100ベースポイントバリューを示したものです。折れ線は資産サイドの金利リスク量の対自己資本比率を表しています。これを見ますと、大手行が 20% 程度で横ばいとなる一方、地域銀行と信用金庫の直近は 40% 程度と起用ピーク圏まで上昇しています。地域銀行では青の貸し出しにかかる金利リスク量が増加したほか、右図の信用金庫では白抜きの有価証券にかかる金利リスク量が増加しています。はい、でここまで規制上のコア預金を勘案しないベースでご覧いただきました。コア預金とは要求払い預金のうち、長期にあたって口座に滞留する粘着的な預金のことを指します。次のスライドはそれを勘案したベースです。左の図はコア預金を勘案した金利リスクの集計値を載せています。横軸が期間、縦軸がプラスの証言が資産サイドの金利リスク量、マイナスの証言が負債サイドの金利リスク量を表しています。全体として資産サイドの金利リスク量大きいですけれども、負債サイドのコア預金によって相殺されています。つまり資産サイドと負債サイドを足し上げて差し引きすると、金利リスク量はネットマイナスとなり、金利上昇に対する収益インパクトは最終的にはプラスとなるということです。右図をご覧いただきますと、左の集計値を個別金融機関ごとの分布として示したものです。これで見ますと、金利リスク量がプラスの証言にある銀行も散見されますが、100ベースポイントバリューで見た円金利リスク量は監督上の基準値を下回っています。ただし左図のコア預金をあえて点線で表現しているように、預金の粘着性が変化しているという可能性には注意が必要です。このスライドではその預金の粘着性について変化する要因を3つ取り上げています。左図はオンラインバンキングの利用率と預金の回転率が数勢的に上昇しているということを描いたものです。一般に小口の個人預金粘着的とされますが、オンラインバンキングの普及によってスイッチングコストが低下している可能性が指摘できます。また預金の粘着性は競争環境にも左右されると考えられます。中図の通り、2006年の利上げの局面では大手行が先行して預金金利を引き上げ、それに1ヶ月ほど遅れて地域銀行や信用金庫は預金金利を改定しています。最近報道されているような定期預金金利の引き上げの動きにおいても、こうした追随行動が確認されているところです。さらに預金者の信任も粘着性に影響を及ぼす可能性があります。右図は横軸に預金者の信任の代理変数として不良債権比率、
縦軸に前回の利上げ局面における預金金利の引き上げ度合いを表したものです。この図からは不良債権比率が高くなればなるほど粘着性が低下する関係といったところが示唆されます。ここまでミドルリスク貸し出しの増加、金利リスクの拡大という変化を見てきました。次は銀行が収益力、損失吸収力を維持できているのかという点を確認していきます。左図は銀行全体の収益です。まず水色でお示しした資金利益は過去25年間で3分の2に減少しました。この主因は低金利環境下における利ざや縮小ですが、これにはこの間の金融政策の影響もあれば、自然利子率の低下や銀行間の貸し出し競争といった構造要因も影響しています。一方、低金利によって借り入れ需要が喚起され、貸し出し残高の増加につながったことは資金利益の減少を一定程度下支えしました。次に青の信用コストを見ますと、景気改善に伴いはっきりとマイナス企業を縮小させました。また白抜きの有価証券関係損益は2010年代半ば以降上押し方向に寄与しています。これは金利低下に伴う益出しの増加です。右図は損益分岐点信用コスト率の推移です。この間の経費削減も相まりまして、足元では低下に歯止めがかかっていますが、歴史的な低水準であるということは変わりありません。このように銀行収益には低金利の影響に加えて、さまざまな循環要因、構造要因が混在し影響してきたと考えられます。次に銀行の損益吸収力です。銀行部門は金融仲介機能を発揮しうる資本基盤を有していますが、左図でお示しした通り、左図の点線ではですね、リーマンショック級のシナリオを想定した場合のストレステストの結果をプロットしています。これを見ますと、ストレステスト実施後の自己資本比率は低下傾向にあります。右図の自己資本比率の実績を見ましても、特に右の国内基準項は1桁パーセントの銀行が増加しています。このように銀行部門は低収益を踏まえると大きなストレスに耐えられたとしても、一旦既存した自己資本を復元するということは容易でなくなってきているというふうに考えられます。最後にまとめです。まず簡単に申し上げますと、金融不均衡についてはこの間の金融活動に大きな不均衡は認められません。ただし資金配分の面でミドルリスク貸し出しへの傾倒が見られています。また金利リスクの観点では金融機関のリスクテイクが進んできています。さらに損失吸収力についてもストレス耐性が低下している状況です。こうした動きの背景には金融政策の影響、経済金融の構造変化などさまざまな要因が混在しているものと考えられます。今後も金融システムの停滞過熱両方向のリスクについて丁寧にモニタリングしていきたいというふうに考えています。私からの説明は以上です。ありがとうございました。